こんにちは。豊さん。はい。いや、本来ならね。おいおい、入り方おばさんっぽくなったよ。いやーって。なんかお茶飲んでるおばさんみたいに。大丈夫か。コーヒー飲みたいな。あるんだよ。なんだよそれ。井戸端会議みたいになっちゃった。いやいや、井戸端会議じゃないですけど、本来だったら、まあ、例えば3月とか4月って移動のシーズンだって普通のね一般の会社。まあね、あれば移動であったりとか、うん、まあ移動っていうのは部署変わったりとかでしょ、うん、そうそうそうです。まあ、でも左遷とかもあるじゃないですか、はいはいはい、そんな縁起の悪い話をすんなよ。いや、いい意味での左遷。それ A 点って言うんだよ。 A 点か。ああ、いや、でも左遷って言ったら外されるっていうことだから。そっか、その路線から。そうですよね。そうそうそう、まあ、でもプロ野球もあるじゃないですか。まあいい意味での大型トレードっていうのもあれば、ああ、悪い意味でのトレードというか、まあ、ある意味左遷ではないですけど、うん、まあ、左遷というよりも、うん、そのチームのカラーに合うか合わないか、うん、で、なんていうの、お互いの利益のため、うん、ね、まあ、そういうのでトレードっていうのは成立していくよね。そうですね。あの、だからダメだから出すとかじゃなくて、あ、そのいい意味での、あ、いい意味でだよね。昔やっぱりトレードっていうと本当昔ですよ、なんか嫌なイメージっていうか悪いイメージがあったんですよ。まあまあな、昔はさ、うん、やっぱりその球団で添い遂げるというものが、うん、まあ美徳とされてた、そういう時代があるよね。ありますよね。あ、だから、うん、やっぱり移籍するっていうのはなんか問題があるんじゃないかとかさ、まあいろんなその色眼鏡で見られた時代もあったけどね、うん、はい、もう今ね違いますもんね。あのメジャーリーグがそうじゃないっていうのがなんか浸透してきてから、うん、なんか積極的プラスの意味の、まあ、あのね、メジャーリーグっていうのはやっぱりビジネスなんだよね、うんうん、ビジネス上のもう トレードっていうかさ、日本の場合っていうのは国賊みたいなさ、はい、うんうんうん、そんな感じのイメージがあったからね、トレードは。裏切りとかね、だから、まあ、うん、これはね国民性の問題だと思うよ。うん、あ、そっかそっか、そうです、ね、昔のイメージはね、うん、うん、ただこれまで本当にいろんな、はい、まあ、いわゆる大型トレードって言われてきたものがあるじゃないですか、はい、うん、まあ、まあ、例えばさ、うん、ただ俺がコーチの時にさ、うん、衝撃だったのがさ、はい、今楽天の藤田っているでしょ、内役の、はいはいはい、あれと内村っていうのを交換したんだよ、楽天から。はい、それ後で知らされるんだけどさ、決まった後に、はい、うん、藤田って当時一番守備がうまかった選手なの、うんうん、で、あのバッティングもそこそこ良かったんで、うん、まさかと思ってさ、はい、なんで藤田出すんだみたいな。それはなんでだったんですか。いや、それはもう上の人たちが決めたわけだけどさ、俺がヘッドコーチの時だけどね、はい、長瀬さんが監督で、うん、長瀬さんも後から聞いた話でさ、みんな後から聞く場合もあるんですか。うん、だから当時の GM がしたんだけどさ、はい、もうそれは衝撃だったの、俺ショックだったの。それちょっとなんか言ったりとかしなかったんですか、皆さんで。いや、言ったよ。いや、だから監督とヘッドコーチ呼ばれて、こういう風にトレード決まったからって言って、はい、いや、ちょっと待ってくれと、うん、日本一うまい内野手を出すのかと、うん、いや、やっぱ言ったことはある。だけどダメで、ダメでしたか。いや、もう決まった後だから。いや、もうちょっと頼むわと思ってさ。そうなんですね。いや、そしたら藤田が楽天行って大活躍して、うん、まあ優勝したよね。ほらって思いますよね。いや、まあでもやっぱそれだけそのチームにとって、うん、あの力になれる選手だったんだよね。あ、だからそれを出しちゃったっていうのが俺の中では、うん、すごくコーチやった時、やってた時にトレードっていうのはなんか心にまだ痛みがあると。あ、そうなんですね。な、藤田がいてくれたらなっていうのはずっとあったね。そうだったんですね。うん、いや、でもあとは例えば昔の大型トレードとかでも、はいはいはい、豊さんが記憶に残ってる、うん、まあ江川さんと小林ね、さんのあのトレ、まあ、空白、まあ、あれトレードってよく言うのかな。まあトレードってはトレードだ。うん、でも、まあまあまあ、すごい衝撃的。私は分かんないんですけど、ユダさん、うん、それ、いましたもんね。いや、俺もなんか、で、小林さんが犠牲になったような、そんな感じなんだよね。はい、うん、でも行って、22勝かなんかだよね。
22勝だったかな、ね、20勝上げて、うん、まあ、最多勝とかいろいろ取って、うん、はい、阪神に貢献していくわけだけどさ、うん、やっぱり なんていうのこう男の意地っていうかさ、うん、暗い、ね、なんかそういうのがね、うん、見れたトレードだし、でも江川さんもその後、まあ、ルーキーの時は8勝かなぐらいしかできなかったけど、うん、その後最多勝だとかさ、うん、まあいろいろ取っていくよね、防御率だとか、はい、だからまあ大型トレードというか、まあ、トレードっていうのかどうか分かんないけど、はい、まあ、双方に良かったのかも分からないし、はい、でも江川さんが阪神でも俺は勝ってたと思うんですよね。うんうんうん、そうですよね。でもどうしても入りたくなかったんでしょ、巨人しか。江川さん言ってましたもんね、巨人しかダメだったんだよってね。はい、そうなんだ。あと、まあ、手元のこれちょっと資料であるのは、ああ、これゆずさん75年の1975年のオフの江夏豊投手であったり、 あと江本投手、江本さんとか、はいはいはい、それもやっぱり、まあ、普通トレードだよね、はい、まあ、江夏さんももう阪神で力が落ちていて、はい、まあ、だけど、うん、そのなんて言うんだろう、野村さんがやっぱ江夏さんの力量を見抜いてたんじゃないの。ああ、野村克也さんがね、はい、でトレードした後に、うん、お前抑えやってみろと、うん、いうことで抑えにさせて息が長くなったんだよね、江夏さんの。そうなんですね。そうそうそう。で、江本さんは阪神行って、はい、ベンチがアホやからっつってユニフォーム脱いだという。ね、私の人はすごいな、言うことも。もうね、やんちゃだよ。やんちゃだけど、やっぱな、気骨があるよね。あ、そうですね、なんかね、一、うん、つそう通ってるものがある。あるあるある。うん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 、これは、じゃ75年のこのトレードっていうのは、すごいプラスな意味で捉えられてたトレードだったんですか？いや、そうでもない。いや、そうでもないと思う。やっぱりこう、暗いイメージのトレードだと思うよ。あ、そうなんですね。で、そうそうそう。次、78年になると、これ、田淵、うん、捕手、まあ、田淵さんとか、あと、真由美さんとか、うん、あと、若菜さんとか、これも複数トレードなんですけど、はいはいはい、阪神と西武で。これはどういうイメージだったんですか、高さん。いや、これは、やっぱ田淵さんも、ちょっと力が落ちていて、同じ一つの球団だとやっぱ怠慢が目立ったんだよね。あ、まあ、例えばキャッチャーフライ上がったらキャッチャーフライ追わないとかさ。ああ、そうなんですか、うん、まあ、ちょっとあの怠慢がもうこれ漫画にもなったんだけどさ、頑張れ田淵君っつって、はい、まあ、多分視聴者の人は知ってると思うんだけど、はい、やっぱ田淵さんの怠慢を描いてる漫画がいろいろあったんだけどさ、はい、でも西武に行くことによって、うん、広岡さんがやっぱもう一度野球っていうものをっていうやっぱ心を締めたというかさ、はい、それから西武に移って40何本打ったりだとかさ、日本一に貢献したりだとかさ、はい、そういうことになってくるわけ、うん、で真由美さんとか若菜さんだとか、うん、やっぱ阪神で人気選手になったりとか、うん、真由美さんなんかはやっぱこう阪神の一番打って優勝に貢献したとか、はい、だから双方が、まあ、良かった、また選手として寿命が伸びたというトレードだよね。あ、田淵さんなんか特にそうだよ。じゃあ例えば最初のトレードのイメージはあんまりって感じでしたけど、結局してみて選手的には良かったなっていう、まあ、その頃のトレードっていうのは、はい、まあ、いいイメージはなかったけど、あ、全部だけど選手にとっては、うん、すごく田淵さんなんか本当に西武行って日本一を経験し、はい、広岡さんの下でやったことを感謝してると思うよ。そうなんですね、うん、もう寿命が伸びたもん。あ、そっか、そのままいたらもうね、そうそうそう、もしかしたらもっと早く、いや、もうダメだった、早かったと思う。あ、そうなんですね。いや、選手にとってすごくその選手なん生命を左右するようなトレードな感じなんですね。だから田淵さんってさ、大英の監督やってるけど、うん、はい、阪神でそのまま終わったら監督の道はなかったかもわからない。じゃあすごい人生のまさにターニングポイントみたいな、うん、だって広岡さんの下でやったということが、うん、やっぱ財産として残ったから、うん、あ、周りの見る目も変わったんだと思う。それはすごい選手だったよ、はい、すごい選手だったんだけど、やっぱ同じチームで甘えが出て怠慢が見えてきたという選手だっただけにね、はい、はい、うん、まあ、いいトレードだと思う。あ、そうなんですね、はいはい。でちょっととまた飛ぶんですけど、86年になると、あの落合さん、うん、ああ、まあ、これも複数ですね、ロッテと中日の複
複数トレードになるんですか。だから中日は牛島と誰だっけ、あと平沼投手だったり、ね、まあ、4人ぐらいいたよね。はい、そうです。いやこれはさ、はい、俺はその時現役じゃない、はい、でやっぱトレードっていうイメージっていうのはあんまり良くない時代だから、うん、で牛島っていうのはもう中日のスター選手だったし、はい、それは落合さんももちろんロッテでスター選手で、うん、ロッテが出すはずがないと思ってたから、はい、そしたらその時の監督星野さんなんだよね、はい、で4人の会見があって、うん、星野さんが一番後ろで腕組んでこうやって見てるんだよね。もう団長の思いだったんだと思うよ、うんうん、やっぱりチームを勝たせるために落合が必要だということで、はい、トレードに踏み切ったんだと思うけどさ、はい、俺あの星野さんのその心境っていうのを聞いてみたかったね。あの時どんな思いだったのか。 あれはやっぱ監督がさ、トレードの会見場に姿を現すっていうのはないもん、うん、ほぼないですか。いやないない、だって自分が決断してるわけだからさ。あれはやっぱ星野さんがもう勝つためにこうするしかないっていう取った手段っていうことなんだから4番がいなかったんだよね、うん、それと他のピッチャーも育ってきてたからさ、うん、だから出すんだったら誰だっていうふうに悩んだと思うよ。そうなんですね。あ、だからまあ牛島もそのロッテ行ったりとか、うん、落合さんも中日に来て、はい、まあ、活躍をしてくれたからね、はい、いいけど、うん、でもあの星野さんのその姿が俺は印象に残ったトレードだったね。あ、そうなんですね。ああ、すごいいろんな複雑だったでしょうね、その会見見ながら、ね、はい、あとなんか豊さんすごい印象に残るトレードあります。例えば88年 の巨人の西本投手、うん、はい、とが中日に行ったあのトレードであったり、あと93年、まあそれ金銭トレードだろ。これは変えてるか誰かと、変えてますね。中日西本投手と巨人の、うん、鴨川投手ですか、うん、あー分かったね、その時、はい、と、ね、中日は中尾投手です。あ、はい、なんかこれ西本さんが例えばなんか巨人のコーチとなんかフロントだかコーチだかとちょっとあんまりベンチとかとギクシャクしてっていう噂が出てたっていう、そうそうそう、うん、で西本さんと、まあ、実質中尾さんを変えたということだよね。はい、でも中尾さんは、うん、巨人の正捕手を一時期かぶりね、マスクをかぶり、うん、活躍していくし、はい、西本さんは中日で20勝上げるし、うん、だからいいトレードだったと思うけど、けどやっぱり西本さんの意地っていうのがあったんだろうね。クソって思ったでしょうね。あ、うん、だからやっぱすごいよね。いや、そうです。そのクソっていうのがその先の球団でその結果として残ってるじゃないですか。だから小林さんもそうだし、うんうん、西本さんもそうだしさ、うんうん、すごいよね、はい、いやすごい、その精神的なものすごいですね、やっぱり、うん、だからそのやっぱり刺激を与えた選手っていうのは、はい、与えた方がいい選手は多分現時点でもいっぱいいると思うよ。ああ、そうなんですね、うん、まあ時代が違うのかも分かんないけど、はい、まあトレードになってダメになっていく選手もたくさんいるけどね、うん、でもやっぱり力がある選手っていうのは、はい、やっぱそこら辺の意地はあるよね。例えばよすごく成績上がったなって思うのは、あの太田大志選手、巨人から日本ハムに行きましたけど、はいはい、うん、日本ハムに行ってよかったなって。まあ日本ハム行ってよかったって思うのは巨人では出るチャンスがなかったから、うんうんうん、でも太田大志は栗山監督に使い続けてもらって実力が出てきたという、うん、はい、そういう選手だからさ、うん、それは栗山監督に、なんていうの、感謝しとかなきゃいけないよね。うん、巨人じゃなかなかね、あそこまでね使い続けるっていうことはできなかった選手だから、あ、まだ実力ともな、はい、実力が出し切れてなかったから、うん、じゃあよかったですよね、うん、本当に、まあ、よかったね、日本に行けて栗山監督と会えてよかったっていうことですよね。そう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 、あとはこれトレードっていうのかどうか分かんないんですが、私がすごく衝撃的だったのが2011年に、うん、あのロッテの三郎選手と巨人の、はい、工藤
外野手かな、はいはいはい、がトレードになって、はい、まあ、翌年戻ってくるじゃないですか、また三郎選手が、はいはい、で一時期巨人で大村選手っていう風に、はいはい、そうだね、はい、あれも結構なかなかの衝撃でした。いろいろあったんでしょうか、なんかいろいろ裏であったんだろうね、あれね。でしょうね。あ、で俺もよくして分かんないけどさでも三郎ってなんでつなぎの4番とか言われてて、はい、勝負強かったからね、うんうん、バッティングはミスターロッテっていう本当にあれだったので、っていう、うん、あれはびっくりしましたし、昔で言えばさ、うん、山内さんと小山さん結構前ですか。いやもうずいぶん前だけどさ、はいはい、阪神の小山さんピッチャーって、うん、ものすごいコントロールが良かったんだ、はい、もう本当にねこうやって構えたら、うん、10球中10球パンパンパンってくるぐらいのピッチャーなんだ、うん、で山内さんっていうのはさ、うん、後にバッティングコーチをやってって、うん、いろんなバッターを育てるんだけどさ、はい、もうインサイド打ちが天才的にうまかったんだよ、うん、もうめちゃくちゃ本当にうまいの、でその人と交換トレード、はい、これはまあ正規のトレードって言ってもいいと思うけど、小山さんなんか20勝簡単にできるぐらいのコントロール持ってたから、うん、で山下さんは首位打者とか、はい、そのぐらい取れるぐらいのレベルだったから、そこがトレードになっちゃった。まあそうだね、なんかあったんですか、これも。まあいやそれはまあピッチャーがいないっていうことと打者がいないっていう、まあ、単純なあれだったと思うけど、はい、でもこれもやっぱ昔の風潮から言うと、うん、やっぱお互いスター選手じゃない、はい、それを変えたっていうのは当時としてはすごい衝撃的だったんだと思うよ、思うよ、想像すると。そうですよね、うん、知らないだろ、名前聞いても、名前聞いても全く分からない。そうでしょ、小山さんっていうのがまたさ人がいいんだよね、阪神に戻ってきて、はい、ピッチングコーチとかしてた時に、うん、まあ話とかさせてもらった時あるんだけど、ものすごい人がいいんだよ。あーそうで、山内さんもものすごい人がいい、うん、聞いたら絶対教えてくれるあ、そうなんですか。あで代表的なのが、うん、高橋芳子さんがのバッティングをガラッと変えたんだね、山内さんが。あ、よく豊さんが言ってる、はいはいはい、そうホームランを打ち出したっていう、はい、あれ山内さんの一言だから。その方なんですね。そうで全力で全く芳子さんが振らなくなったんだ、うんうん、ポーンと当てるぐらいの感じでピョーンと飛んでいくの、はい、そのぐらいの理論を持ってた人だったよね。そっか、だからそのチームの、うん、まあ、スター選手が移動したってことですもんね、うん、その当時。そう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 、いやそれはファンもびっくりというか、まあびっくりするよね。そうですよね、だからチームのそのすごい、まあ、昔はね、うん、やんちゃな人が球団に立てつく人が大体トレードになってて昔はね昔は、まあ、大体そうだよ。だから見てみ、エナスさんとエモスさんって黙っちゃいねえだろいないです、いないです、いないですいないでしょ、うんうん、捨てゼリフ入って何かやめて。西本さんもそうじゃん、西本さんも西本さんもね、落合さんもそうじゃん、はい、だいたいそういう人がトレードになるんだよそれででも行った先で何クソで結果出すんですよね。そう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 、やっぱり意地だよね。すごいかっこいいというか、うん、すごいなって思いますけど ね、 そうね、はい、なんか皆さんが考えるこれまでのね、大型世紀の大型トレードとかなんか印象的なトレードがあったら、うん、ぜひちょっと教えていただきたいですね、コメントでまた、ね、はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、は